アイキルド・ザ・プロム・クイーンとは、オーストラリアのアデレード出身のメタルコアバンドである。インタビューの中でメンバーは、スリップノットやセップル・トゥーラを聞いたことがバンドを始めた、きっかけだと話している。それから、アース・クライシスやスイルワーク、インフレームズなどを聞くようになり、ハードコア要素を含みながらも、北欧のメロディックデスメタルの要素も含む、音楽性が取られている。 2000年から活動を開始し、当時のメンバーの平均年齢22歳。幾度のメンバー交代を重ねながらも、2004年に、フロリダのニュースクール、ハードコアバンドであるエバーグリードテラスの、レーベルハンドオブホープレコーズより、ファーストアルバム、ウェングッドバイ b y e ズフォーエバー」でデビューをする。これは、エバーグリードテラスとオーストラリアでツアーを回った際に、ドラマーが彼らを気に入ったことがきっかけでアルバムを、 リリースすることになった。これに乗じてアメリカでもツアーをすることになり、ニュージャージーで行われていたメタルハードコアのビッグフェス、ヘリフェストにも参戦。このライブでの評判が高まり、リリースしたアルバムは地元アデレードのチャートで数週間1位を保持、オンエアチャートでも初登場12位を飾った。インタビューでギタリストのジョナはバンド名を決めるときに初期ボーカルである。 マイケル・クラフターが候補をリストアップして持ってきてくれたんだけど、そのリストの一番上にあったのが、アイキルド・ザ・プロム・クイーンって名前だったんだ。マイケルはその名前を、プロム・ナイトっていう80年代のホラー映画から思いついたらしいよ。俺はその映画を見てないから、そんな内容なのかは詳しく知らないんだけどねと語っている。海外のバンドに特に多く見られるメンバーの入れ替わりであるが、 彼らもまたそのうちの一つである。初期ボーカルを担当していたマイケル・クラフターは2006年に EP ユアパスト・カムズバック・ツー・ホーンというのをレコーディング後に脱退。公認としてザ・ハント・フォー・イガ・ウェーブのエドが加入。エドが加入してからはハードコア要素の強かった作風から北欧のメロディック・デスメタルの要素も含まれる作風に変わっている。その後リリースされた。 ミュージック・フォー・ザ・リー・セントリー・ディシーストも日本で発売され、若手オージー・メタルコアとして注目を集めるものの、エドが急遽脱退。その後、イギリスのハードコアデスコアバンドである、エターナル・ロードに加入するも二千八年、ブレスド・ビー・ディス・ナイトメアをリリース後に脱退。その後、ボーカルを失った彼らは二千八年にライブアルバムである、スリープレス・ナイツ・アンド・シティ・ライツを発売した後、 解散。しかし2009年、マイスプイスのコメントにて、ブリングメザ・ホライゾンとのツアーをやるとのコメントを残し、復活の噂が流れ始める。そして2011年、オーストラリアで開催される、デストロイ・ミュージックツアーへの参加により再結成。元ザレッド・ショアのジェイミー・ホープの加入も発表された。ありがとうございます。